どうもこぱんにちはピチピチです。はい、えなこです。今日はあーもうやりたくない。今日はですね、ひなこちゃんが大嫌いなホラー脱出マップやっていきたいと思います。手に入った肉、何？なんで？わかんない。皆さん、フリーホラーゲームの恐怖の森知ってますでしょうか？僕もですね、2本立てでね、動画投稿してまして、ひなこちゃんもね、出してるんですけど、ね、ひなこちゃん。いや、もう本当にもうね、二度とホラーゲームやりたくないですね。ひなこちゃんのね、発狂がね、ちょっとあまりにも、素晴らしいということで、近隣の人からクレームが来るレベルで多分声がでかい。ガチで来たからね。次の朝なんかポストに入ってたもん。ということで、恐怖の森のマインクラフトバージョンやっていこうと思います。ブーブーいや、ほんと申し訳ないね。でもね、ちょっと面白そうだからね。やりたくないよ。ひなこちゃんはね、すごい怖がってるんですけど、まあ、僕はね、ホラーゲーム大好き人間なので。ホラーゲーム好きな人って本当に頭どうかしてると思う。俺の目の前で言うね。でもね、全く正反対なんですけど、まあ、ちょっと早速ね、ちょっとやっていきたいと思います。はい。あ、そう、このね、メニューを開くと、マインクラフトってこう書いてあるロゴが血だらけになってるっていう意味のわからない仕様があるんですよ。あれでしょ、ヨシコが来るんでしょ。そうそうそう。で、まあ、今回はね、BGM をね、100% にします。まあ、僕はね、ちょっと撮影の関係上、BGM はね、全く一切聞いてないでやりますので、いつどこでヨシエが来るか全くわかりません。そう、素晴らしいリアクションが取れるんじゃないかなと思います。私もです。音はオフにしないとマイクに乗っちゃうので。男でやっていきましょう。はい。これね、海外の人が作ったらしいんですけど、まあ、日本語版もあるということで、日本語版の必ずお読みください。これ読んできます。必ずお読みください。遊び方の説明。このワードには BGM と効果音があります。マイク内の BGM と効果音の音量設定が最大100になっていくことをなっていることをご確認ください。最終目標は館からの脱出。ヒント、敵から直線ダッシュは逃げ切れません。部屋や角を使っていきましょう。レッドストーン当地の近くにアイテムや抜け道があるかもしれません。階段の他にも階を移動する方法がいくつかあります。クリア後にはまたお会いしましょう。なんか肉もらったんだけど。え、やっぱ私ももらったよ、お肉。ヨシエにあげるか。いいよ、親切にしたって、どうせ追ってくるんだから。行くかいい、ひなこちゃん。やだな、本当にやだな。行けよ、押すよ。はい。行ってらっしゃい。ひなこちゃんも押してきなさい。早く早く来なさい。あ、来た。ねえ、あ、森の洋館。森の洋館だ。とりあえず、なんかね、アイテムを探すらしい。でもちょっと待って、もうやだー。こっち来たから、こっち。こっち。大丈夫だって。まだ何もいねえ。まだ何もいねえから。はげえよ。あ、なんかほら、花が飾ってあるよ。なんか意味があるのかな。ないんかい。じゃあ違うとこ行こっか。ヨシエいる？いや、いないよ、ヨシエ。ヨシエいつ来るの？ヨシエはね、呼んだら来るよ。ヨシエさーん。ねえ。大丈夫、来ないから、まだそんな簡単に来ないよ。今化粧してんだって、ヨシエ。本当に？なんかね、ちょっと本当に BGM がなんか結構ちゃんとできてるらしくて、ね、何？え？もうやめよう。まだ脱出できてないじゃん。なんかね、 BGM がちゃんとすごくなんかよくできてて、なんか BGM がこうなんか鐘とかが鳴ったらなんかヨシエがなんか近づいてくるらしいみたい な結構凝ってるんですけど、まあ、僕たち一切 BGM 聞かないでやってきます。いる？いないよ。あ、なんかいけるよ、こっち。なにこれ、入っちゃった。なんだなんだここ。あ、これヨシエから逃げるスポットじゃないこれ。ごめん、ちょっと口数少なめで。ここでにいていい、私。お前サボるんじゃねえよ。あんたのリアクションが一番醍醐味なんだって。いや、もうちょ、開けて。やだ、もう。大丈夫だって、もう。大丈夫だって。とりあえず、あ、なんかこっちにもあるよ。真っ暗だな。ねえ、もうやだ。まだ一回も来てないからね。とりあえずチェストの中なんか入ってっかな。いい、入っ
ってない入ってない。でもなんかこういうのってさ、結構何も入ってないケースが多いから、あ、何も入ってないな、何も入ってない、何もなくないか、普通に何もない。え、よし、やばい、わー、怖い。怖くない、怖くない、怖くないよ、怖くないよ、怖くない、怖くない。大丈夫だって、まだ出てないよ、ほら。ヨシエいない、もしかしてヨシエいないかもしれんな、これ。いるす？いない感じ？あ、なんか、ある。意味深に一輪の花が咲いてる。ヨシエ？これがヨシエ？雑魚すぎだろ、ヨシエ。まあ、なんもなさそうだな。あっちの方行ってみるか。ねえ、やだ。行こう、ほら、行こう。やだ。一人になると襲われちゃうかもしれないよ。やだ。ほら、おいで、ほら。ねえ、やだ。ほら、頑張ろう。頑張る、いないって、まだいないよ、ほら。じゃあ、俺がちょっと先を歩くから。でも、後ろから来るかもしれないんでしょ。まあ、その場合もあるよ。あ、まだいないね、ほら、まだいないよ。で、ちなみに、じゃあいいよ、魔法の同じ舞、うん、おまじない、うん、そう、あのね、ヨシエはテクスチャでヨシエになっただけで、実際はね、可愛いゾンビだから。え、ゾンビでもやだ、もうね、早く行こう。皆さん、これがひなこの発狂です。この部屋入ってみよう。あれ、なんかさっき一緒だね。なにこれ、なんか草がこれだけ一個だけあるんだけど、なにこれ、あれあるよ、あれ、ないないない。あるある、あるあるある。レッドストーントーチがある部屋は、あの、ある近くにアイテムか隠し通路があるらしいんだよ。うん、ねね、ここほら、レッドストーントーチあるよ、こっちこっち。ねえ、絶対やばいやつじゃん。なんか何も出ないって。ほら、開けるよ、とりあえず。はい、あ、磨かれた安山岩、花なんたら、苔の丸石、うん、3種類か、3種類ほど手に入れた、うん、大丈夫か、お前。うんしか言わなくなっちゃったけど、大丈夫。ねえ、外見て。え、いる？いない、大丈夫大丈夫。あれはなさそうかな、こっち。一回行ってみ、だけ行ってみるか。なんかね、レッドストーントーチがね、ないところは、あ、アイテムないわ。ないっぽいわ。わーい！ひなこさん？ひなこさん、どこにいたん？後ろにいる。後ろにいる？じゃあ、こっちの方行ってみるか。あ、待って、メアレレーヌ。あ、泳げる、ここで。泳ぐ必要ってある？真面目だな、一時もなく。シュンさんか、お前は。お2階あるね、ここ。ちょっと、2階の方行ってみるか。まあ、万が一のことがあったら、俺を身代わりにして逃げていいから。やだやだ、先に死にたい。どういうことですか。ひなこちゃん、これなんかあるよ。剣の。知らん知らん、興味ない興味ない。え、でもね、これなんとなく分かったけど、多分この、ここになんかこう石の数違うじゃん。石の数というか石の種類違うじゃん。うん。多分この石のところに剣があって、それと同じようにする的なやつかな、多分分かんないけど。あ、待って、なんかあるよ。ヨシエじゃない、なんか剣のなんか時計みたいなやつ。なんでこれ、あー、なんかいる、待って、なんかいる、待って待って、バージョンが違う。何？なんか顔変なよ。これヨシエ、これヨシエさんです。なんかむしろ逆に怖くなってるわ。追いかけてこないの？え、これなんで追っかけてこないの？これゾンビでしょ、これ。でもいきましょうか。なんか安心した。なんだ、怖くないじゃん。部長しろってんじゃねえぞお前。あ、これ3階もあんの？これいっぱいあるね。いっぱいあるね。あ、これさっきの1階のとこが結構ね、古いね、なんか配布マップだから。ちょっとバージョンが違ったみたいだね。バージョン下げられないからさ。ただ探すだけ、うちらはもうかもしれないし、いきなり襲いかかってくるかもしれないし、わかんない。あ、待って、なんかあるぞこれ。よし、感圧板みたいなやつある。これ踏んでみる。踏んだ。なんかあった？なんもねえ。
なんかアイテムがないな。なんかとりあえずレッドストーントーチがあるところを探せばいいらしい。なにこれ、ボタンあるよ。あ、秘密の通路だ。まあ、とりあえずまあ2階を探索しましょうか。でもね、面白いんだよな、ひなこちゃんのリアクションがな。なあなあなあ、あんたどこ行ったの？ねえ、どこ行ったの？一人にしないで。ねえ、よしえ来ねえって。こっち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 。あん、とりあえずなんか石集めるんじゃない？もうでも持ってんじゃん、ね、これじゃ多分これでなんかなんのかな。まだあそこにいるよ。誰が？よしえさん。もうただの脱出マップになったよ。よかった。あー、本当に怖かった。あ、あ、あ、あったあった。本当だ。あ、あったよ、ほら。うん、これ、まあ、とりあえずちょっともうちょっと探索するか。結構ガツガツいくね、あなた本当に。いや、俺ホラーゲーム全然怖くないからさ。てって、本当は怖いのカッコつけてるんじゃないの？いや、あの、わーとかなるけど、それが楽しい。な、ド M 方だの。あの、驚かされても、驚かされてもなんか、結局死ぬんだ。死んでもなんかリスポーンするんだって。ゲームの話でしょ。ゲームだから、だから怖くないの。こっち命かけてんだよ。お前ゲームだろ、お前これ。一回ヨシエに当たってきてもいい？ねえやめて。余計なことしないで。たまらかためにたたりなしって言うでしょ。まだいいのかよ、あそこにあいつ。もう家帰れよ、お前。はい。え？あれ？こいつなんでここにいんの？もう襲われることもないんだよ、これ。好きに探索するよ。もう好きに探索しようぜ。え、もう終わりなんじゃない？そしたら脱出してないよ、多分こっから脱出するんだよ。違う違う、ほらここ、この角度が0から始まって 1,2,3,4,5 ってこう一周するじゃん。あー、なるほどなるほど。手持ちのブロック何個あるかじゃない？そういうことか。あ、ちょっとやってみよっか。これが 1?1,2,3,4これが1,2,3,4,1。開いた？開いてないの？多分ね、まだあんじゃないかな。多分ね、多分それで合ってんだと思うけど、うん、まだあるっぽいな。あれ？ん？ごめん、ひなこちゃん。何？適当にやったら開いちゃった。なんで？なんかくるくる回したらさ、開いちゃった。もういいんじゃない？開いちゃった。ちょっと待って、答えをちょっと見てみるか。4はこれ多分合ってんだよな。1,2,3,4 合ってて、5か。5多分ね、俺があとね、今これ1個しか持ってないから、あと4個多分あったんだと思う。苔の生えた丸石は合ってて、磨かれた安山岩、うん、が3個、残り3個あったっぽい。を見つけずとも出てきてしまったと。そうだからね、多分こっち側が多分俺合ってたから、こっち適当にいじってたんだよ。やってもうた。やってもうた。あ、やっちった、やっちった、どうしよう。まあ謎解き的には合ってたから、まあうん、いっか。ありがとうね、よしえさん。どこにあったんだろうね。もしかしたらバージョン違くてなんかできなかったとかあるかもね。そういうことか。ありがとうよしえ、バイバイしね。コンプリート、コンプリート、 Thank you for playing。 ねえ、ねえ、ねえ、どこに行ったの？ボタンも一回押したらまた始まる部屋来ちゃった。やめろや、お前やりたがりか。ということで皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。まあひなこちゃんがね、ものすごくホラーゲームが嫌いなのがこれで分かったんじゃないでしょうか。大嫌いです。もう本当にホラーゲームやる人の気持ちが知れないとか言っといてさ、この人ね、心霊スポット行った時にズカズカ行くからね。だって心霊スポットは別じゃん、何もいないもん。バカな、お前何もいねえのになんか出てくんのが、それがまたなんかおかしくて怖いじゃん。仮にもあれは元人間だから別にそれはいいの。仲良くなろうと思ったらなれるじゃん。悪霊はなれないだろ。いや、わかんないよ、話聞いてみたら悪霊じゃないかもしれないよ。仏かお前は。まあということでね、また次回ね、ホラーゲームやっていきたいと思います。もうやりません。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。またよろしく。バイバーイ。